じゃあすいません、ユーザーの声ということでお願いします。ちょっとここからはツイート等を再開していただいて構いませんので、はい、ぜひご自由にご意見等ですね、感じたこととかいろいろツイートください。富田と言います。じゃあちょっと話しますが、あ、スライドがですね、さっきツイートした前でも見れると思います。はい、はい、私は富田と言います。日本マヤスケユーザー会などをやってまして、趣味は文字化けで、文字化けをなんか眺めてめでたりですね、あとマイスケールプロトコルを解析したりしてます。はい、マイスケール8リリースされました、めでたいですね。スライド下の方にイルカと8が出てるんですけど、イルカはマイスケールで8は8です。で8がですね、私持ち時間10分なんですけど、10分かけて左から右に行くので、皆さんちょっとイルカが追いつかれないように応援してください。マイスケール8、多くの新機能があるんですが、マイスケール恒例 RC とは言っていないのがありまして、これさっき見つけたんですけど、急遽書いたんですけど、 UTF-8 の指定でウォーニングが出るようになってます。これ RC の時は確か出てなかったんで、私さっき気がついたんですけど、セットネームス UTF-8 とか、もしくはクリエイティブの時に UTF-8 指定すると正常に終了するんですけど、ウォーニングが出ます。UTF-8 は現在は MV3 のエイリアスだけど、そのうち MV4 のエイリアスになるから気をつけろよみたいなウォーニングが出るようになります。ビューの定義にこれ書いちゃうと、そのビューに触るたびにこれが出てきて非常にうざい。はい、そうですね。なんか、あ、そう、これですね、面白いのは UTF-8 じゃなくて UTF-8MV3 使えって書いてあるんだけど、 MV3 の方が実態はエイリアスなのかな、なんかMV3 ってやって定義したテーブルを仕送りテーブルとかで見るとちゃんと UTF-8 って出てきちゃうんですね。ちょっと微妙。はい、あとですね、MySQL SH、MySQL Shell っていうのがあるんですけど、フロンプト派手になってるんですよ。これ RC の時はそうじゃなかったんですけど、G になって派手になったんですね。そうだっけ、ちょっと見えにくいかもしれないですけど。見えますか、これプロンプトでテキストで色がこうなってるんですね。マイスケールのロゴの色になってるんですね。なんか頑張ってるなって感じが。やんなくてもいいのでは。これ RC から GA って変わったことです。はい、あってですね、ちょっと個人的にこういうの作ってまして、マイスケールパラメータの比較できるようにしてますんで、よろしかったら使ってみてください。ここで、あ、ちょっと切れてるけど、ここでバージョン指定できるんで、これ 5.7.22 と 8.0.11 のパラメータで、これが全パラメータで、黄色くなってるのが差分で、違いが別だけ抜き出すとこんな感じです。で、ちょっとですね、これを RC 版と GA 版の比較をするとこんなに違う。GA 版とは一体何だったのかっていう。はい。そういうのがあって、でそのネタは、はい、ここまでです。でちょっと文字コード周りについて話します。ですね、U 字性筋主義主義もういらないと思ってます。個人の感想です。はい、でデフォルトのキャラセットが 5.7 と 8.0 で変わったんですね。午前中のセッションでもありましたけど、 5.7 はラテン1でした。 ISO88591 の文字セットで、欧米の文字ですね。 8.0 は UTF-8MV4 になって、世界中の文字が使えるユニコードになっています。デフォルトのままで日本語や文字が使えるようになりました。で UTF-8MV4 のキャラセットの中のコレーションというのがありまして、コレーションというのは文字の照合規則のようなものなんですけど、それの日本語関係使われそうなものをちょっと抜き出してみました。赤いのが 8.0 で追加されたやつで、黒いのは 5.7 でもありました。で 5.7 のデフォルトはですね、ジェネラル CI ってやつで、 8.0 のデフォルトが、0900AICI というふうになってます。でこの名前なんですけど、UTF-8MV4 の次に来る単語ですね、これがそれぞれどういう意味かっていうのを書いてます。ビンっていうのは文字コードのバイト列のままですね。
ジェネラルっていうのはマヤスケの独自規則で、あとユニコードっていうのは 4.0.0 バージョン、ユニコードのバージョン4、ユニコード0520はバージョン 5.2.0 で、0900っていうのがユニコード 9.0 というバージョンで、JA0900 っていうのはユニコード 9.0 プラス日本語特別版というふうになってます。ちょっと8が早いなで、その後もそうですね、 AIAS とかはこれ午前中のセッションだったので飛ばします。で、デフォルトのコレーションの違いをちょっと見てみますと、これ 5.7 のジェネラル CA と 8.0 の 0900AICA の違いですね。英字の大文字小文字は両方とも同一字してるんですけど、日本語の大文字小文字っていうのは、5.7 だと違う文字として扱ってたんですけど、 8.0 だと同じ文字として扱うようになってます。あとは濁音ありなしも 5.7 は違ったんですけど、 8.0 は同じ文字として扱ってます。あと、ひらがな、カタカナの違いも同じです。あとですね、絵文字の、これ、寿司とビールなんですけど、寿司とビールは同じ文字として 5.7 で扱ってたんだけど、8.0 のデフォルトのコレーションだと違う文字として扱うようになってます。ちょっとこの辺注意が必要かなと思います。はい、注意が必要です。で、新しいコレーションについてちょっと見てみます。で、デフォルトの AI、CI ですね。アクセントの違いを区別しません。母、パパ、ババ、午前中のセッションでもありましたけど、病院と美容院が区別できない、しない。あと、ひらがな、カタカナも区別しない。あと、これちょっとよくわかんないですけど、株式会社っていう4文字のやつと、1文字で株式会社ってなってる、合字ですかね、みたいな文字があるんですけど、これが、一緒の文字として扱われます。上のやつが AI で、下のやつが CI ですね。でもう一個、AI が AS になったやつはですね、アクセントの違いを区別するようになりました。なので、母とパパ、パパとパパとか、濁音の有無によって違う文字として扱いますが、これら下の方のは、区別されないままです。で、さらに CS になったらですね、全部の文字が基本的に区別するようになります。じゃあこれ UTF-8MB4 の便と同じじゃないかって思うかもしれないですけど、違います。どう違うかはここでは言いません。ちょっと時間の都合で。さらにですね、それの JA 版は何かっていうと、基本的には一緒なんですけど、カタカナ、ひらがなを区別しないのが JA 版です。で、です。で、カタカナ、ひらがなを区別するのは KS ついたやつがこうですね。で、こうなるとですね、これ結局全部区別するんだったら、JA がついてない 0900ACS と同じじゃないのいう話になるかもしれないですけど、違います。これはちょっと説明します。で、この違いは何かっていうとですね、ソート順が違います。これは JA0900 の場合のソート順なんですけど、文字コードを見るとですね、順番並んでないんですね。 E4、E4、E9、E6、E5 ってなってて順番並んでないです。文字コード順ではないです。で、これ何順かっていうとですね、JIS のコード順なんですね。これアイウエオで音読みの順になってます。JIS の文字コードの順になってます。もう一個面白いのがあって、超音記号の問題がありまして、これ超音記号がアの後の超音記号はアって読みますよね、皆さん。アーなので。でもイの後の超音記号はイになるんですよ。イだから。そうするとイアよりもイの方が後になるんですね。でウの後の超音記号はウになって。うあういよりも後になる。同じ超音記号の文字なんだけど、前の文字の母音によって違う。これあ行じゃなくて家行でも作業でも一緒なんですけど、ちょっとすごいコーディング凝ってますよね。字数がこういう風になってるんですね。なので J つけるとですね、字数の順になるんですね。別名で日本語辞書順とも言われるんですけど、辞書をめくってパラパラってやった時に出てくる順番、これの順番になってるはず。なのでちょっと一部の業界の人には嬉しいんじゃないかなと思います。個人的にはもう嬉しくないですけど。まあ、JA 使うんだったらそれでもいいし、UTF-8MB4 の 0900ACS が一番無難かもしれない。すべての文字区別したいんだったらこれでいいような気もします。MySQL を昔から使っている人はですね、アルファベットの大文字小文字区別しないっていうのに慣れてるかもしれないので、その場合はまたちょっと、CI とかの方を使った方がいいかもしれない。はい、でまとめです。キャラセットのデフォルトがですね、 UTF-8MB4 になりました。便利になりました。で、日本語コレーションが増えました。適切なコレーションを使いましょう。以上です。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。